プこれもちろんかなり変わった革なんですけど、はい、ええー、ああこれちょっとマックっていう、はい、韓国のブランドなんですけど、あそうなんですね、はい、韓国でかなりシェアを取っている、あこれですね、はい、あのこういう尖ったファッションの強い、はい、あのデザインのケースを、へえ、あこっちもそうなんだ、はい、なるほどなるほど、へえ、こちらがあこれはウェザーリー、あそうなんですね、ハンドメイドに付随して作っている、へえ、韓国でかなりシェアでははい、クラスの、スマホの、あそうなんですね、おっほーたくさんあるのね、日本正規の代理店という形で、あそうなんですね、はい、日本の正規で、おまだこれ以外にもたくさんいろいろ種類はあるわけですね、はい、あの種類ですと、あの、うん、あこれですね、はい、ここですね、この辺だ、はい、ここの、なるほど、ここのラインが、あここが、はい、この棚がウェザリーだよと、はい、おこちらがゲイズですか、ゲイズ、はい、これ、はい、あなるほど、おちなみにこちらもウェザリーです、あこっちもウェザリーだ、はい、あこういう派手なやつもあるんですね、こういうシックなやつばかりじゃなくて、はい、これはファンタスティックっていう、あこれはあのファンタスティックのものは、はい、あのデニムケースだったり、はいはいはい、あのこちらのミグノンケースでございます。とこのデコケース、はいはい、こちらがオリジナルで作っているものがこのデコケースと、ね、はははそれがこのファンタスティックっていうブランドなんですね、はい、あなるほど、はい、お店舗は表参道と、はい、渋谷と、新大久保に構えてまして、はい、はい、先ほども言われたんですこちらのケースとか、はいはいはい、あのケイティペリーが来た時に表参道店で購入されたものがありまして、はい、でミュージックビデオにもあの出していただいて、そうですね、本当キラキラしてるな。iPhone 6、5プラス3機種で用意させていただいております。価格帯は、2000円台からこちらが一番高いんですけど1万800円、おこっちはこちら4800円か6800円で、あこっちより安いんですね、はい、あそうなんだ、本革のレザーを、あーなるほど、あーゲイツさんっていうのがある程度ハイブランド、韓国ではハイブランドやってるところなので、なるほど、ゲイツっていうところなんですけど、はい、はい、ゲイズさんとウェザビーさんというところが、あとレイブロックさんですかね、が韓国であの結構かなりシェアの高いスマホケースが有名なサービスをされまして、日本の正規代理店という形であの弊社を販売させていただいてますね。これだけメーカーがあるよ、こういうふうになって、あ、ウェザリーがまだあるんだよね。ウェザリーがいろいろ種類がこういうのもあるんだと。こちらのデニムケース。これは何？あ、これもウェザリーなんだ。基本的にウェザリーってこういうシックなやつが多いのかな。はい、これなんだかよくわかんない。ね、ああそうなってなんか別に取れるわけじゃないんだけどな、来年して結構お気に入りのケース、あこれはさっき見せてもらったやつだ、つけやつね、うん、なるほど、じゃあ最も特徴的なカッてやっカメラ入るよーって、ね、ラグテンアフェリー、こちらはもうショートールとして他社さんにもあ、あの、付けられない。